今日は取りづらいちょっとタイルですね。今日は並んでないの。はい、ということでね、なんか今桃鉄とコラボしてるみたいで、これを頼みました。じゃーん、キングナンパがすごいね、これ300円のやつ。キングボンビー寿司と、うん、ミニボンビー寿司、これね、これかわいい、うん、なんかさ、うん、うちはさ、うん、桃鉄やってないからさ、そうだね、キャラとか詳しくない、うん、かんない。でもなんかとりあえず可愛いから立ってみようかなっていう、うん、あとはもう定番でーす、はい、まあ納豆とかね、こんな感じで、はい、私納豆とサーモンしか食べてないよ。確かに、まあ最初いつもそうじゃない。そうね、まあ食べましょう、食べましょう、はい、はい、うん、食べよう、リミ。じゃあリミちゃん、これをいただいてください。醤油ちょっとお好みでかけてもいいし。いただきます。そうじゃん、うん、おいしい。何言ってんだか全然わからない。朝、今日の朝、納豆食べた。そうだ、今日の朝も納豆ご飯だ、うんうん、それでもいいんですか、うんうん、飽きない、うん、取ろうか。取らないと食べれないよね。どうなってんの。取りまーす。もう2人ご飯あるか、2人ご飯あるか、そう、生きてるみたいに。おー、こんな感じです。まあ普通の北はご飯だね。カニカマ、カニ、あ、カニカマだね。カニカマがあって、コーンかと、このなんだっけ、飛びっこ。どう、どう、うん、うん、美味しいですか、うん。これ100円。そう、これ100円だよね。お得じゃない？なかなかね、お得だよね。大きいしね。ツナ入ってる。あ、ツナも入ってる。リミちゃんツナ大好きだもんね。よかったね。これはお得だね。すごい具がね、たっぷり。めっちゃたっぷり入ってるよね。これはお得だわ。100円で。リミちゃんの好きなやつだね。よかったね。うん。はい、きほちゃんついに卒業しちゃいましたね。やだなんでやだなのよ。小学校卒業しました。おめでとうございます。今は絶賛春休み中でダラダラ過ごしております。やばい、毎日、え、太った、もう太ったの、よまだ卒業して5日ぐらいしか経ってないけど、もう太ったの。太るの早くない？そういうもん、そういうもんだよ。なるほどね。頑張るわ。そうですね。足や、うん、昨日もさ、あのさ、腹筋とかしようと思ったんだけど、うん、結局アニメできなくて。しほちゃん最近ね、アニメとかばっかりにハマっちゃってね。それちょっと時間決めなきゃダメだね、この春休み中は。もっとやることをちゃんとやってから見るようにしないと。ないよ。だから余計ダメなんだよ。だからずっと漫画読んじゃった。そう。だからダメなの。携帯とかでもずっと漫画読んじゃった。だから携帯ももうそうなったら午前中は使用禁止とかしないとダメですね。もうこのままじゃ。おいしい？今日はしほちゃんに変化があるんですね。どうなんですか、うん、スシローに来たのにさ、うん、甘いもん食べないんでしょ、うん、今日はちょっとやめたことない。理由があって、今日、昼にシュークリーム作ったんですよ。
って食べたんですよ。だから今日は甘いものでいいかなって。でも超失敗したんだよね。うん、もう写真撮っときたかったわ。笑ね、なんか全然膨らんでなくて、なんかこう硬かったね。うん、なんかシュークリームの生地というよりクッキーみたいな。しかも熱々のままあのクリーム挟んだからクリームかけちゃって、ほんとベチョベチョ。なんでこんなクリームベチョベチョなのと思って、絶対これ熱いうちにやったでしょうと思って。でさ、小学校6年生のさ、もう中学になるあなたがやっててさ、リミに指摘されたんでしょ。ねえ、あれ絶対おかしいよね。普通冷ましてから空気、あのクリーム塗るよね。妹に指摘されました。お菓子作るのは好きだけどね、もうちょっとセンスを磨かないとね。部活の成績が落ちたもん。え、あ、そうね、ダメじゃん。家庭科の成績落ちたって私、そう、図工のね、成績は漏れなくね、上がったのに、頑張ったのに。そう、家庭科と、あともう1個落ちたの、なんだっけ、2個落ちたかった、なんだっけ、2個落ちたよね。うん、家庭科と算数かな。いや違う、体育だ。体育かな。とりあえずなんか2教科ね。え、ママ私算数苦手だと思われてんの。算数の方が得意だからね。あ、そっか、算数一番得意か。国語算数理科社会は満点なの。わかりました。ねえ、やだ、何、算数できないと思われてんだけど。私そっか、算数できないのリミだ。算数リミちゃん苦手だよね。リミは国語が得意なの。しーちゃん国語が不得意ね。まあいろいろ兄弟によって違うんですよ、うちら。うちは逆なの。逆なの。確かに。だから今日さ、せっかくさ、スシロー来てさ、あれだけどさ、甘いものを食べないっていうしほちゃんのね、異例なことが起きまして。異例だって、いつもさ、ご飯、あのお寿司より先にさ、甘いものを食べることさ好きなのにさ、頼まないんだよ。すごくない？ね、やばいよね。ね、まあシュークリームを作って失敗して、失敗したものをいっぱい自分で食べたと。そうなんだよ。だからもう甘いものはいいということですね。もうかからんなんで食べよっかな。結局食べんじゃんね。決めたら食べなくていいんじゃない。リミちゃんどうだった？しーちゃんの作ったシュークリームどうだった？美味しくもないし、マジで。そういうことね。変だったよね。ママも失敗したの1個食べたけど、まあ、まずくはない確かに。でもシュークリームではない。めっちゃ中途半端。めっちゃ中途半端だった。いや、ちょっとさ、うちオーブンレンジ買ったじゃん、うん、まだちょっと新しいのおろしてないんだけど、それでまたリベンジしたら作れるかもね。レンジがちょっと古いからさ、もう。あとさ、はかり機、うん、はかり機がダメ。そうね、そうそう。あの、私2回作ったの。違う、1回目の量と2回目の量が明らかに違くて、けど同じ 60g なの。みたいな。軽量のやつもうちないからね。じゃあそれもちゃんとしたやつがあったらいいかな。それも買おうか。じゃあ、ありがとうございます。いただきます。はい、ママはまぜそばを食べます。2人でうなずいてるけど。あっという間に6皿だね。うん、食べました。毎日何してるんですか？卒業してから。この前一回さ、
なんか運動しに行ったよね、朝。うん、散歩しに行った。なんか今まで6時に起きてたんですけど、ちゃんとまた6時に起きて、なんか運動しに歩きに行ってたよね。行きましたね。1日だけだけど、まだ。続けるんですか？続けるの？今ちょっと連休中だからあれだけど、平日になったらまた6時に起きていこうかなって思って。マジで今日日曜だよね。うんね、明日連休だけど。うん、であとまあお友達と週明け遊んだりとかするし、あとなんだろう、中学校の準備も着々と。筆箱をね、昨日見に行っていいのがなかったから、今日ねネットでちょっと注文しました。めっちゃ可愛いのありました。うん、それはまた紹介します。で、あとなんだろうね、まあこれからまだまだ揃えなきゃいけないものが、買わなきゃいけないものがあって、うん、あとね、卒日ですね。卒業ディズニー。なんかさ、LINE 見てるとさ、みんなさ、タイムラインかだっけかなんかにさ、すごいディズニーの写真貼ってさ。マジ？ね、行くからね、これからね。うちあの3月の終わりで、うん、そうそう、遅いよね。だからちょっと混んでるかもしれないよね。もうみんな学校も終わってる時期だからね。でもね、まあ、しょうがないね、それはね。まあ行けるだけ、うん、みんなもね、予定がそろうのがそこだったから、そう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 、それはしょうがないんだけど、ちゃんと超楽しみみたいな。ちゃんとなんかお揃いの上だけお揃いにするらしい。そう、8人いるんだけど、8人全員お揃いで、色もちゃんとなんか合わせるみたいです。そう、色も全員じゃん。ね、楽しみだね。超楽しみ、行ってきます、ね、それまで体調崩さないようにね、体調管理はしっかりしないとね。そうですね、はい。やばい、もう電池がないので今日はこれでおさらばでございます。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。